はい、始まりました。それとなはちょっとあの流行ってるものとかを私がいろいろ体験するっていうあの企画なんですけども、ボイちゃん今日は何するんですか？はい、今日はですね、ここにあるものを使って、はい、チーズケーキ、カップチーズケーキ、カップチーズケーキ、自分がメニューを読むのでなんとなく作ってなんとなく、ちなみにですけど、はい、料理激下手くそですけど大丈夫ですか？この間もなんか焦がしたらしい。あ、焦がしたね、燃やしました。燃やした燃えてましためっちゃ簡単です。めっちゃ簡単。はい、はい、主に6つのステップに分かれて、はい、6つのステップ、はい、ステップ1は、もうやることないっす。牧場のヨーグルト3個、はいはい、で、キリクリームチーズ3個、はい、はい、3個ね、はい、3個出してください。あ、よ、3つだって3つ、3つね、はい、3つですね。ビスケットも3つ、はい、あ、まあ、3枚なんで3枚ね、はい、とりあえずなんで全部全部やらかすね。なんで失敗するんだろう。で、それらを常温に戻しておくと、うん、もう常温なんですね、はい、大丈夫です、はい、ステップ2、はい、ヨーグルトにクリームチーズを乗せてほしいです。乗せる、はい、まんま、はい、ここで、はい、はい、そうです。あの、ちゃんと銀座に剥がしてください、ね、はい、これで、はい、こんなでこう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 、クリームチーズをヨーグルトとしっかり混ぜ合わせてトロトロにする。混ぜる、混ぜる、ええ、このまま？そうそうそう、もうガンガンガンって日頃の恨み、つらみを込めてやばいヨーグルトいや、なんか潰していく感じでいいのかな。はい、そうです。あ、でもここでこの子がやっぱプラスチックだからガンガンやっても大丈夫そんなガンガンやるの違うの？まあなんかそれか3つあるんで、うん、あ、それぞれ変えてみる。うん、なんか確かによいしょ。いや、これちょっと、あー、こぼした。ちょっと A 型発揮しようと思ったんですけど、 A 型なんだ。 A 型発揮してめちゃくちゃ一粒も固形が残ってない状態をしようと思った、はいはいはい、結果超頑張ったやつ。そう、こぼした。食べちゃおう。食べちゃうんだゼラチン 5g を大さじ3の熱湯で溶かします。熱湯が必要なんですね、はい、大さじ3ね、OK、はい、よし、これで混ぜたらいい？はい、混ぜてください。 OK、はい、で、それに3等分にそのお湯を入れてもらえれば、うん、ピシャピシャいけばいいね。はい、そうだと思います。すぐ固まりダマになるので一個ずつ。マジで？早く。え、これ何？固まるまで混ぜる気？じゃないですかね。どうせ冷やせ、日が立ってたらいいわけですね。冷やせば固まる。あ、これ冷やせば固まるんですか、うん、はい、できました。そしたらマリービスケットを上に乗せて、うん、冷蔵庫で3時間くらい冷やす。ほう、向きはね、その向きです。その向き、はい、ぴったり気持ちいいシンデレラフィット。いえ、え、終わり。これで冷蔵庫まで無事に運んでください。はい、はい、じゃあ3時間、はい、待ちます。はい、はい、トレトラでは3時間経ちました。はい、お皿に出して完成ですね、はい、そうです。はい、一回やってみてダメだったらこうする。爪楊枝ないし、余計ないし。一回いきますね、せーの、はい、おお、お、手応え、お、まあでもそうなるよね、普通に考えたら。普通にこう、はい、お、いけそうな気がする。いきますよ、はい、こうしてからのでん、これはいける気しかしないよ。いきます。めっちゃ力入ってる。お、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 すごいすごい、おい、おい、感じで。確かに。やっぱこれがね。はい、まあ、もしかしたら爪楊枝の方が綺麗にいくかも。確かに。めんどくさい、ね。よし、いけ。おお。あ、ちょっと残った。それあれか、砕いてないやつですか。かもしれない。ね、そう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 。ちょっとこの辺ゼラチン行き届かなかったのかも。
最後ラスト、どれがよく混ぜたやつなんだろう。多分赤いのとその今やってる、あ大丈夫、見えないからここ、ね、あ、本当だ、クッキー半分だ。クッキーだけ買います。確かに、どうせ外れてるしね。結果クッキー後乗せでもいいんですね。くっつかなかったからな、ね、本当くっついてんでしょうね多分。こうして、ね、はい、頑張れ。何？あー、来た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 、うん。よく混ぜましょう、これは。よく混ぜましょう。私の方がコップにしてた、ずっと。何にしてた？コップ。思い出の思い出の巻き話がやめてよって思ったけど。いただきます。もうちょっと甘さ欲しいなって感じ。お、酸っぱいってことか。うん、チーズよりヨーグルト。でもクリームチーズも、うん、甘くないじゃないですか。はいはいはい。だから、ね、まあそうなるよねって。あ、これはね、さっぱり好きな人は好き。なるほど。ちょっと待って。はい、私的にはこれちょっと蜂蜜とかかけたい。ああ。いきます。はい。え、絶対これが正解だと思う。私的にはね。うん、おいしい。合わせ技が大事、うん、意外に美味しいかもしれない。そうそうそう。あ、こっちの方が弾力ある気がする。うん、全然硬さが違う。多分ゼラチンが濃いところがプルプルになってそうじゃないところがこれだ。ここまでプルプルじゃなくていい、私的には。なんかちょっとプリンみたいですよね、ケーキっていうか、うん、ババロアって感じ。あで、ババロアだよって言われたら美味しいってなるけど、レアチーズケーキだって言われるとちょっとプルプルすぎんかな。なるほど。ババロアって言ってほしいな。え、じゃあちょっとこれ食べてみてください。美味しいです。あ、ちょうどいい、ちょうどいいです。もどっとするのかな。そうちょっとゼリーっぽい。そうだそうだ、だからめちゃめちゃ混ぜた方がいい。なるほど。ムラになっちゃう味が。へえ。はい、ということで、はい、今回ババロアじゃなくて何でしたっけ、チーズケーキ、カップチーズケーキっていうのかな。カップチーズケーキ作ってみてどうでしたでしょうか。私的にあのチーズケーキって聞いてたからもうちょっと甘さ欲しいなと思ったけど、ああ、このクッキー生地がなんか例えばオレオとか、ああですね、だったらいいかなって思って、サイズがね、このサイズがぴったりっていうのがいいんですよね。うんうん、だからそうだな、ババロアって言おう。でもね、なんでバズってるかって言ったらやっぱこれでいいのみたいな。確かに、なんかお家にこう、うん、呼んだ時にちょっと出てきたら嬉しいってなる。あ、なるんだ。うん、こういうの作るんだって。さすがにこれプレゼントはちょっと厳しいかなとは思いますけど、あの子供たちに作るとか一番いいと思う。ああ、わかる、わかる、ね、うん、絶対嬉しいし、なんか一緒に作れるし、うん、なんかね、自分用に自分で作るかって言ったら多分作らない。多分作らないんですけど、まあまあ、これはもう子供用、さっぱりしたい時にローカロリー、安い、作る楽しい、確かにみたいな感じ。確かに、親子で作ってほしい。親子で作ろうだね、うん、これは、うん、だってホットケーキよりなんなら簡単だもん。だって巻き場の朝だし。どういうこと？いや、なんかカップも可愛いじゃないですか。そういうことね。はい、そうだよ、うちの母親がコップにしてたぐらい。ずっと変わらずにあのデザインだからね。終わりー。なんかコップっていうのね、コップじゃなくて。あ、コップなの？うん、ギフ弁かも。ロボコップみたいな。コップ、え、どっち？コップです。コップです。マジ？それは新たな気づきでした、はい、今日のまとめ。ここは終了画面だ。コップが名前です。コップだろみたいな。方言です。